最高売り上げを叩き出したらしいんですよ。これ手に入らへんでと言いますと、アークテリクス三種の神器というの。はい、本日ですね、入手困難アークテリクスの、レアな手に入らないアイテムということでご紹介していきたいなというふうに思います。ですね、実はアークテリクスって、まあ、もちろんノースレス人気でアークテリクス人気っていうのもそうなんですけど、実は去年昨年2022年ね、過去最高売り上げを叩き出したらしいんですよ、日本の中で。ですごいなと。実はノースレスがガンガン行ってるのはみんな知ってますよと。アークテリクスもそんなガンガン行ってるんですかっていう話してたらですね、そうなんです。昨年過去最高を叩き出して、なんと客層が広がったということが書いてあってね、客層かと。今までって登山ばっかりの人やったけど、今登山に興味のない20代とか30代の方がね、結構買ってらっしゃるということで、その要因って何なんですかって言ってね、いろいろ調べてもらったらですね、僕の優秀なねスタッフが調べてくれました。ここに書いてあんねんけどもね、YouTuber の取り上げって書いてあって、 YouTuber がね結構レビューしたりとかすることで人気が出たんじゃないかとか、あと中国人のね転売屋の出現が出てるぐらいね、結構盛り上がってきてるんだよっていうことなんで、じゃあアークテリクスの中でも特にこう人気で手に入らないアイテムっていうのをね、まあご紹介させていただこうということと、あと偽物が非常に多いっていうのはもうこの動画でも散々言ってることなんですけど、それでも正規店で買わない理由はなぜなんだって、これ僕はいつも正規店で買ってくださいと、とにかく偽物は掴んでダメですよって言ってんねんけども、いやちょっとフリマが安かったんで、いやちょっとよくわからへんけど、ここ定価より安かったんで、そこで買うなっつってんのに、もう買ったらダメですよほんまに、バンって言って怒りますけどね。まあそんなことやっていきたいなと思うんですけども、まあアークテリクスの中でね、人気の商品って何なのと、人気じゃない商品っていうのももちろんあるとは思うんですけど、まあまずイメージしやすいっていうのはバッグ系ですよね。特に小物系、この辺は人気ありますよね。これがねマンティス2っていう、バッグなんですけども、これビームス別注になってるのでちょっと色変わってますけども、この小型のバッグ、これめちゃくちゃ人気ありますので、ね、これはだいたいブラックとかはもうほぼ売り切れてると考えてください。手に入らへんやろなと。でマンティス2がこれ定価5500円かそんなもんやのに、例えばね4000台とかで売ってたらもう睨んでください。あれ怪しい、おややって言ってね、怪しいなっていうふうに思っていただいた方がいいと思うんですけど、安くなってることはまあないので、とにかく定価で買ってくださいということがマンティスで、この同じマンティス系列でもあったりするんですけども、マンティス26というリュックがあったりします。でアークテリクスリュックも優秀でね、これがマンティス26でしょ、でこれがアローっていうモデルでしょ、だいたいこの辺見たことあるでしょ。で次ね、このブレードっていうリュックがあったりして、まあいろんなリュックがある中でも、僕個人的にいいなと思うバッグと世間一般で人気のあるバッグは違うんですよ。世間一般で人気あるバッグはやっぱこっちかな、アローの方がやっぱり人気があって、これはまあ半分防水みたいな感じになってるんで、自転車乗ってる方とかがまあメインで使うようなリュックになってるんですよ。で自転車用としてこれ考えられてたりするしね。でも対して一番僕が使いやすいと思ってるのはこのマンティス26、これに関してはね使いやすいですよ。僕今持ってるのブラックエンバーっていうリュックあるやけど、それもし使ってへんやったら絶対これ使うっていうぐらい、これはね使い勝手が非常に良くて、旅行の時とかに使ったりもするんですけど、第二のカバンとしてね、こう中っ側がグレーやったりとかするし、とにかくいろんなことが使いやすくなってますので、まあ、これもブラックを見つけたら即買いやと思ってくださいっていうぐらいもうない。そしてちょっとでも定価より安かったら怪しんでください。ムムムって言ってね、あれ親おかしいなと、これ定価でより安いってことはこれ偽物の可能性あるな。そうです、そういう時は買ってはいけませんのでね、皆さん気をつけてください。もう偽物はそっくりですよ、ようわからんからね、気をつけてほしいということで、で次ジャケット系ですね。まあジャケットもねいろいろあるのはあるんですけども、まあこの辺りが一番人気になってくるかなと思います。これはシェルジャケットなんですけど、マウンテンパーカーね、マウンテンパーカーがまあ非常に使いやすくてね、すっきりしたシルエットやし、なおかつねあの高性能なゴアテックス使ってるということで、まあこれが結構人気あったりはしますけども、まあ、こっちがねベータ LT っていうね、またベンチレーションがついてるタイプがあったりはするんですけどもね、まあ、この辺りはまあ人気のダウンジャ人気のねマウンテンパーカーかなと思います。でじゃあパンツどうなんていうのあるじゃないですか。でパンツはパンツでねよかったりするんですけど、これですよね、これ名前なんていう名前か忘れた、ガンマかななんか忘れたけども、これも非常にね軽くて使いやすいパンツでね、アークテリクスってリュックもすごいしジャケットもすごいしパンツもすごいやんって思うんやけども、ちょっと気になるところがあって、何かというと、これ僕買ってよかったもので出したんやけどもね、このウエストの引っ掛けるやつめちゃくちゃ邪魔くさい。毎回毎回これをこう引っつけなんとダメなんですよ。でこの引っ掛けるのがもう邪魔くさくなってね、もう履くのやめたって言っても履いてないんですけど、もうこんなんねはっきり言っていらないんですよ。もうこんなんなしで、もうこのボタンだけでよろしいんですけど、まあこういうまあ登山用やからねちゃんとこんなんついてますけどもね、もう僕にとってはこれがもう邪魔くさで邪魔くさで知らなくて、こんなんビロビロしてたんやけども、それすらも邪魔になってきたからね、もう履かない、もう僕嫌って言ってね、もう履かなくなったんですけど、履き心地自体もめちゃくちゃいいのでね、
あこれもいいかなと思います。そして特に品薄ですよね。これ手に入らへんでと言いますと、有名なあの皆さんおなじみのね、おいおいおい名前覚えさす気ないやないかいのアトム AR ですよね。でこっちの方がね、おいおいおいなんかこれそっくりやけど何がちゃうねんっていうアトム LT ね、その中でも AR はもう抜群に人気でほんまになくなってますけども、これもこれでまた偽物とかがあったりするんで、とにかく定価より安いものは買わない、むしろ定価以上出して買うぐらいの感覚で、これも狙ってください、まあ、定価より高いのはまあプレーンになってるけども、まあ、定価で全然 OK です。だから定価で買うっていうのがもうマストやと思っていただいてね、まあ、正規店で買うのが一番いいんじゃないかなと思います。っていうのもリュックってまだ偽物でも縫製洗いとか言いながら使えるんですよ。ただジャケット系って特に冬場のものって値段とクオリティが比例してくるんで、あの偽物とかってめちゃくちゃクオリティ低いんですよ。で全然あったかくないんやから、そんな思っちゃうと全然スペック違うので、まあ、リュックは入れれるし使えるわってなるけども、こういうタイプの偽物はもう使い物にも何にもならんということで、まあ、とにかくね皆さんには偽物は避けていただきたいなと思います。そしてこれも人気ですよね、アークテリクスのダウンジャケット。僕はこれサーミパーカーっていうダウンジャケットしか持ってないんですけども、今なんかこれよりもねもうワンスペックぐらい上のねスペックの高いダウンジャケットが出てるんですよ。それはね確か14万か15万ぐらいするんやけど、うわそれ買っとったらよかったなと思うんやけども、それ今ちょっと今手元にないんでね、また今年はねこの冬で出たら買おうかなと思ってるんですけど、アークテリクスってねこれパッと紹介してみてね、見てもらったら分かる通りね結構地味でしょ。特にへえまあ黒が多いし、特によく分からへんけど値段は高い、納税するよりは高いっていうところでとっつきづらいんやけども、こうやって YouTuber がペラ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 喋ることによって、えアークテリクスってそんな特性あんねや、えアークテリクスってそうやってすごいんや、あじゃあ俺欲しくなるやんっていうことじゃないですか。やけど僕にはねもちろん、お金は入ってきてないんです。で入ってくる予定もないんです。だからねそれはアークテリクスの店員さんに、なんかタクト頑張ってたよと、なんかお金も欲しがってたよと、あのマージンでも何でもいいからちょっとねチップでも何でもいいから欲しがってたよっていうところだけね一言伝えておいていてあげるとですね、また僕もアークテリクス頑張って紹介しようかなと思いますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあ、このあたりが、アークテリクスで人気の商品で、特に手に入らないというようなアイテムになってくるんじゃないかなと思います。で僕以前もね動画で作ったことあるんやけど、アークテリクス三種の神器っていうのがあるんですよ。この3つをとにかく最初に買いなさいっていうのがあって、まあ、これ僕が勝手に言ってることなんやけども、この3つを買いなさいっていうのがあって、まず1つ目何かっていうと、このマンティスチューっていうこのちっちゃいバッグ、マンティスチューっていうねちっちゃいバッグ、その次にこの今着てるベータジャケットで、最後にアトム AR フーディー、この3つは買いなさいって僕いつも言ってるんやけど、これが20世紀におけるアークテリクス三種の神器ってね呼ばれたり呼ばれなかったりしてますので、この辺を見ていただければなということでですね、本日はですねアークテリクスの入手困難な人気商品をご紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。タクゾーのメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。